どうもこんにちは、中村ジオの時間です。本日もよろしくお願いいたします。ということでやってまいりましょう。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。僕ね、なんかこう喉の調子が悪いんですよね。ね、いや、もう花粉症がひどくて、もう鼻詰まりがね、すごいんですよ。でもやっぱもう鼻詰まりすると、やっぱこう寝てる間に口開けてね、ポカーンって寝ちゃうんで、乾燥して喉痛めるし、まあ参っています。新型コロナウイルス感染症、まあ感染してないことを祈るばかりというとこではあるんですけど、これ何なんでしょうね。重症化してる人もいるみたいだし、まあよくわかんないですけど、まあ元気よくやっていきたいなと思っております。今日はですね、まあいろいろちょっと一週間ネタ仕込もうかなとか思いながら書き留めてたんですけど、やっぱここ1日2日、今日が3月の14日土曜日の午後8時を回ったあたりなんですけども、結構いろんなこうね、ニュースのトピックスがやっぱバンバンこう出てますので、今日はですね、なんかまあ予定を変えまして、ニュースピックス、いつもまあニュースなんかをこう拾い上げてるニュースピックスを見ながら、ゆるーくゆるーくなんか一個一個、記事なんかを読んだり、それについて喋ったりしていけたらいいなと思っております。なんか今日はもう本当なんかそういう、コメンテーターでもね、なんかこういろんな意見があって、どう言ったらいいのかな、まあ正しい情報とか正しくない情報とか、正しい意見とか間違った意見とかね、まあいろいろ人はいろいろ言うでしょうけどね、まあなんか自分なりの感想みたいなのがね、こう恥ずかしい、言うの恥ずかしいんですけどね、なんかいろいろ知ってるわけでもないので、お知ったかぶって喋るのは恥ずかしいことなんですけど、まあなんかでも喋ってみようかなと思っております。うん、偏って意見になってると思いますけど、皆さんもなんかこう聞きながら、ご自分はこう思うよみたいなことを考えて言っていただけたらいいなと思います。今日はもうよくわかんないです、誰向けかよくわかんないですけど、やっていきます。ではよろしくお願いします。中村ジオの時間です。はい、まあそういうわけで、早速やっていきたいと思います。最初の記事はどっから拾っていこうかな、これにしましょう。はい、ポイント還元率引き上げ検討、購買意欲刺激が狙いっていうか、 FNN プライムオンライン、これは日本放送かな。 FNN って日本放送でしたっけ。なんかちゃんとよくわかってないですけど、これ関係ないのかな。 FNF もう言えないわ、もういいや。まあポイント還元って、まあうちのお客様はね、これまあほとんどの人は知ってると思いますし、まあこのラジオ聞いてる人の大半は知ってる内容になるかなとも思うんですけれども、キャッシュレス決済ポイントってあるじゃないですか。まあこれの還元をするっていうんで、まあそのキャッシュレス決済した人に 5% を、去年の10月ぐらいから始まって、この6月まで予定されてる、こう、そういう還元事業っていうのがあるんですけど、まあ、うちも漏れなく、対象の店舗になっているので、散髪屋であっても、中村商店の方であっても、まあ僕が提供しているいかなるサービスも、この、5% の還元を受けることができるのに加えて、僕はもう現金決済をまあ何年も前からやめているので、まあ、基本的には僕と取引のある人はもうほぼ全員と言っていいぐらい、この還元事業の対象になっております。なので、まあクレジットで決済した後に 5% がおそらく還付されてるんじゃないかなと思うんですけども、この、2020年の6月までのポイント還元制度で、これはまあ中小企業が 5% の還元で、まあ大きい企業なんかは 1% とか 2% とかだっけな、ちょっとパーセンテージまで覚えてないですけど、今やってるんですけど、これを国がですね 15% から 20% 程度にこう引き上げるっていう、まあそういう案が検討されているとい こう速報ニュースが入ってきました。入ってきましたというか、僕のところ入ってきたわけじゃないんですよ。僕はまあこうニュースピックス見てるだけなんですけど、
まあ、時期的なこととかは特に言及されてないので、ほんとまあ6月までで締め切っちゃうのかもわからないですけど、まあ、仮にこれが 5% から 15% とか 20% になると、まあさすがにこう規模でかいなと思うんですが、僕ちょっとねこれ納得いかないというか、こう残念なことにですね、過去の決済についてもこの 15% から 20% が適用されるんだったらいいんですけど、僕あの年会費でいただいてるので、もうすでに 5% で決済済みだったりする方が多いんですよね、散髪屋の方は。そうすると 15% になったり 20% に仮になった場合ですね、もうむちゃくちゃ差額があるので、これ一旦僕全員にこう現金キャッシュ、どう言ったらいいの、返金、ご返金ですね、一旦全員ご返金して新たに決済し直してもらってやった方がいいですよね。もうできるだけそうしたいなと思います。で、僕がこの差額分を返金すると単純にうちの売り上げが落っこちちゃうんで、利益が削られちゃうんで、まあそんなことをする意味がないんで、やるとしたらやっぱりまず一旦1月とかに決済していただいた方の売り上げを一回失ってから巻き直すっていう感じがいいのかなとか、検討してるんですけど、よくわかんないですよね。いつまでやるのかも特に決まってないので、もうできれば来年ぐらいまでやっててほしいぐらいですけど、まあちょっとこれはですね、僕としては、まあありがたい話なようで、そんなにありがたくもない。まあ自分が使う分にはそれでいいんですけど、いただいてる分に関しては、ちょっとお客様にはこれ申し訳が立たないなと思ったりしております。まあでもしょうがないですよね。まあそんなことをこう想定して動いてるわけじゃないと思うので、まあとにかく今できる政策は何でもやろうみたいな時期ですから、まあいろいろやってるんで、まあケチつけててもしょうがないです。まあとにかくね、これはもうガバガバガバナンスでもやるしかないと思いますよね。もう不正受給とかもうすんごい、すごいブラックマネーがすんごい生まれるかもしれないですけど、まあそれでも金を回すのに、こう、やっちゃった方がいいのかなと、はい、思ってます。あ、ちなみに先ほどの FNN、FNN、っていうのはフジテレビでした。多分ね、おそらくです。あんまりよくわかってないです。今ちなみにフジテレビの、時価総額は2461億円だそうです。まあんまないというかよくわかんないですけど、落ちてんのかな。富士サンケイグループ全体でそのぐらいらしいですよ。まあ、だんだん置き換わっていくのかなと思いますが。あ、ちょっとまあ余談というかわけわかんなくなるんで、次のニュースです。緊急事態宣言を出す状況ではない、首相夏の五輪開催には意欲的みたいな、共同通信。まあこれ先ほどまでやってた安倍首相の記者会見なんですけどまあ内容全部見てないんで何とも言えないですけど、まあまあなんかやっぱふわっとしたことを喋っただけだなっていう、まあその中でも今のところこのトピックスとしてやっぱここにタイトルあるという、緊急事態宣言を出すような状況では今はないよと、緊急事態法の発令はする状況じゃない、それをまあ明確にした、まあそれに尽きるかなっていう記者会見だったんですかね。まあ記者の人たちの質問内容が、なんかまあ微妙だなって思ってて、例えばなんだろうな、記者の質問内容、ただコロナウイルス、その新型コロナウイルスにの対策に関するこう最新の情報を引き出そうっていう意図も感じないし、経済対策どうすんだっていうことを聞き出そうという意図も感じない。だから質問してる人たちの質問意図がよくわかんないですよね。なんかボロを見つけて、なんかこう安倍さんがポロッと言っちゃった失言を引っ張り出して、それをニュースのこうタイトルにしてやりたいみたいなとこ以外はあんまりこう意欲を感じなかったなっていうのが正直ありましてですね。なんか微妙、やっぱメディアって微妙なのか、なんだろうな、彼らはバカではないはずなんで、
まあ、意図的になんかそういう質問を繰り返してんだろうなとは思いながら見てたんですけど、どうなんでしょうね。まあ、僕が興味あるのは、まあ、病気のことはもう専門家の人にお任せするというかね、僕がなんか考えてもできることがあるわけじゃないんで、よく知らない、まあ、なるようになるんじゃないっていうとこなんですけど、やっぱ一番興味深いのはやっぱ自分の商売なんで、経済対策どうするんだろうなっていうとこですね。あとは、やっぱ家族のことをですね、どうやって守るかっていうところも重要なので、やっぱ僕らの生活っていうのは、こう、どのぐらい脅かされ、で、それに対して国っていうのはどんなこう保護をするのか、まあ、1億何千万人か人が住んでるわけじゃないですか、この国には。で、最低限の生活を送るということをこう軸にやりくりしてるわけですよね。ここでやっぱりこう取りこぼしがあるとえらいこっちゃっていうところですけど、でもやっぱみんなを救うって難しくてと思うんですよ。1億何千万人全部救うって難しいと思うんですよ。で、ちなみに80歳以上の人の人口って確か3500万人ぐらいいるはずなんですよね。だからね、まあ自分の身内にもね、もちろんそういう高齢になった家族いますから、もうね、死ねばいいじゃんとは思わないですけど、老人が減る分にはね、やっぱ社会保障もだいぶ負担が減るし、老人を助けることに躍起になるよりも、やっぱむしろこう子供をね、守ってほしいなと強く思いますね。まあ、自分に子供がいるから余計にそれはバイアスがかかってそう思うんですけど、あと妊婦さんね、妊婦さんに関するこう対策とかってほとんど見聞きしないんで、ちょっとこういうのはなんかないのって思っちゃいます。やっぱり、お腹に子供いる状態で不安な人多いんじゃないかな。でもあんまりそういうことを世間は言わないですよね。妊婦さんどうだこうだっていうのはね、あんまり聞いたことがないなと。でもやっぱそういうところちゃんとしてあげた方がいいんじゃないかなと思いますよね。っていう、なんかまあ記者会見ってこういうもんなんでしょうね。だからまあ見てもあんまりこう すごい情報としてこう有益なものが、国民にとって有益なものはあんまりないような気がしますよね。誰かにとってはいいのかもしれないですけどね、なかなか難しいなと。あとなんかこうニュースピックス見てると小池百合子がこうちょいちょい出てくるんですよね。なんかの記事で出てくるんですけどね、このババア嫌いですね。もうこれ以上言えることは何もないんですけど、このババア嫌いです。はい。で、ツイッターでこれ見かけたネタなので、こう信憑性というか、その本当はどうなのかっていうところがちょっとあやふやな曖昧なところがあるんですけど、イギリスは新型コロナ対策に関して言うとちょっとこう他国と違う政策を取ってるよっていう記事を見つけたんですよ。で、それは何かっていうと、どこだっけな、自分がいいねをした記事は特に見えたりはしないのかな。見れたりはしないんですね。だからそのイギリスっていうのは、あったありましたありましたありました。立花玲さんでしたっけ、作家さんだと思います。これ読み方合ってると思うんですけど、ずっと僕は立花玲だと思って見てる人がいるんですけど、この人が、ニュースの記事をピックアップしてきてたんですけど、出どころがですね、ちょっとまあ英文なんでよくわかんないですね。僕、ザ・ニューヨーク・タイムズって書いて、ニューヨーク・タイムズですね。ヨーロッパもシャットダウンしちゃって、で、ブリティアン・テイクス・ア・ディフェレント・アント・コンテディション・アプローチなんで、イギリス、ブリティッシュですね、イギリスが取ってる政策は他とちゃうよっていうことをね、アプローチがちょっとちゃうんですわっていう、
ことを書いてるようです。で、何がどう違うかっていうと、ロンドン発のプライムミニスタープリス・ジョンソン部分Said his political hero was mayor in the film. ですね。まあ、これちょっとごめんなさいね。意訳みたいになっちゃうかもしれないですけど、要するにこう、対策としてはですね、感染を防ぐのではなく、まあ、今のうちにもう感染させちゃおうと、国民そのものを、どっちかっていうと、感染させていこうとしてんじゃねえか、みたいなことですよね。で、それ何のためにかっていうと、この第2波、この、まあ、夏収束するかどうかっていうのは、まあ、誰にもこれ、わかんないわけじゃないですか、ウイルス。インフルエンザと同じウイルスじゃないし、インフルエンザだったら、こう、暖かくなって湿度が上がると、こう、不活性化していくから、こう、収束していって、あんまりよく、感染してても症状ほとんど出なくなるみたいな状況になっていくので、まあ表立ったこう感染者とか、こう症状が悪化する人が減るんですけど、冬になるとまたぶり返してきて、こうみんな体調崩していくわけじゃないですか。インフルエンザだと。で、まあそれと同じような流れがあるんだとしたら、コロナウイルスもおそらくこの夏を越えて、次の冬、こう、秋冬を迎えた頃にまたこう、活性化してきて、感染者が増えて、重症者も出てきて、死ぬ人も出るよ、とかっていう風な流れが、まあ、こう、当然のように起こるわけですけど、今ほど騒ぐことはなくなっていくと思うんです。まあ、検査だったり、ワクチンだったり、いろんなこう、対策が、それまでに、こう、できていく見込みで動いてるわけじゃないですか。でもその第2波に備えて、まあ、イギリスではこう感染者をとりあえず作っといて、個々の免疫を自分のね免疫を作っておこうと。で、そうすることでこう爆発的な感染、二次感染みたいな、二次感染っていうのは二次的次の流行り、をこう防いでいけんじゃないみたいな対策取ってるよっていう、まあそういう記事の内容なんだと思うんですけど、これはまあ正確じゃないので、僕も英語読めてるわけじゃないので、もうかなり不確かなところが多いんですけど、多分そういう内容なんだろうなと思って見てます。面白いですよね。まあ、イギリスだからできることなのか、なんかちょっとずれてて面白いし、なんか各国結構、違った政策を取ってるわけじゃないですか。日本とかも、水際対策うまくいかず、でもその後、こう、検査そのものをあまりたくさんの人にするわけじゃなく、こう限られた人、重症化しそうな人とか、まあ必要なところにだけ検査をして、コロナウイルスの陽性が出てるか出てないかっていうのをこう調べて、で、病院の機能、医療の機能をこうキープしてる状態をこう作ったんだってことが、まあ、後付けなのかよくわかんないですけどね。まあ、当初からなんかそういう流れであったわけですよね。マスコミは全部検査しろみたいに騒いでましたけど、最近は、まあ、さっき僕言ったみたいなことをようやく言い出したわけですよね。ね。で、これがまあ、うまくこうそうしてるかどうかっていうのは、まあ、これから少し時間が経たないとよくわかんないことなんでしょうけど、まあ、他の国では、例えばまあ、イタリアとか、韓国なんかではですね、こう、検査めちゃめちゃやった結果、こう、医療そのものの機能がパンクして、こう、ベッド数が足りないとか、こう、ちゃんとした治療を受けることができなくて、重篤化した、結果、まあ、さらに、こう、死亡者数も増えちゃうとかね、こう、対策そのものにちょっと問題があったんじゃないみたいなことをね、こう、今言ってますけど、まあ、本当に何が正しかったのかって、後になってみないとよくわかんないところもあると思うんで、いいのか悪いのかっていうのありますよね。まあ、それにしても、こう、大衆はですね、やっぱ不安に駆られて、こう、知識がないとか、無知、知らない、調べない、自分では考えないっていう人たちは、やっぱパニックを起こして、わーわー騒ぎ立てるんですよね。その集団パニックを起こしてるっていうのがね、まあ、実に気持ち悪いなと、思いますね。別にこう、黙って静かにしてるのがいいのかって言ったら、そういうことではないん
ですけど、とにかく集団パニックを起こしてる奴ら気持ち悪いなと思うわけですね。局地がちょっと悪いですね。もうその代表格というかね、もうなんかここ最近で言うと結構イラッとしたのがうちは母親なんですけど、まあ、本当にこうテレビとかで言ってる話をそのままこうあるべきだみたいなことをね、こう喋ってるんですよね。で、ちょっと反論するとですね、その僕が喋ってることも僕も絶対 100% 僕の方が正しいわけじゃないって分かった上で、こういう意見もあるよって喋ったりしてもね、聞いてないんですよね。聞く耳を持たないんですよ。僕がその話をこう同意しない、そうだねって同意しないまま喋り出すと、反撃されてるって勘違いしてすげえ怒り始めちゃったりするんですよ。いや、ほんと老人めんどくせえなとこうつくづく思うんですね。うちの母親結構そういうタイプで、まあその平常時はね、優しくてこう愛情の深い母親なんですけど、まあ、ちょっとね、過激に自分の正義を貫いてくるんで鬱陶しいですね。全然こうニュースの話とかからもうずれて急に自分語りを始めて申し訳ないんですけど、昔中学生ぐらいの時かな、やっぱ夜中家を抜け出してみんなと遊びたくなる年頃に行くじゃないですか、なるわけじゃないですか、夏休みとか特にね。夜中にこそっと僕2階のベランダからこう伝って降りていって、で靴なんかも部屋にね隠し持っといて、でこそこそ抜け出してこう友達なんかと遊びに出かけたりしてたんですけど、当時まだ PHS がギリギリあったかなかったかぐらいで、僕は PHS は持ってなくて、でポケベルを中3ぐらいかな持たせてもらったんですよね。だからそういう今みたいなこう通信デバイスを持って家歩いてない時期ですよ。中1、中2。中1はそんなことやってなかったかな。中2ぐらいか、だと思いますけど。そういうまあ通信デバイスを今みたいにこうね、携帯してどっか遊び行くっていう習慣がないので、まあ行方知れずになるわけですけど。しかもね、夜中中車でね、街なんかもうほんと静まり返ってる街なんで、そもそも田舎で。うちの母親がね、車ぶっ飛ばしてね、あっちこっち走り回ってんのたまに見かけてたりして、うわ、やべえ、見つかるみたいな感じで逃げてましたけど。まあそうやってね、やっぱ息子を心配して、こう、仕事が翌日あるにもかかわらず、まあ朝まで、なんかこう、車を暴走させて探し回ってるのを、当時はね、鬱陶しく思ってましたけど、まあ、愛情が深いなと、よく捉えると。ただもうこの、暴走するんですよね、その愛情が。愛情が暴走するとね、結構叶わんなってなる。まあそういうところもある母親ですね。もう老人になって余計にこれがね、こう、暴走のこう、ベクトルが本当に散らかっちゃってるんでね、きついですけど、自分もきっとそういう性質を持ってたりすると思うんで、我が子に対してとか、他人に対して自分の正義を貫こうとしてね、暴走することってなんか自覚があるかないかで言ったらほぼないんですけど、なんか結果的にそうだったかもしれないみたいなことはね、なんかそういう事案は、なんか自覚がなきにしもあらずっていう感じですね。まあ意味がわからない話ですね。はい。いや、まあちょっとこう、戻ってですね、最近僕はですね、まあとにかくテスラとアップルとアドビが大好きですね。すげえいい。で、テスラは乗ってないのにいいですね。本当に、もう、大好きです。で、これずっともうね、なんでこのラジオ2年ぐらい経つんですけど、ラジオ最初から聞いてくださってる方よく知っていただけてると思うんですけど、まあよくテスラの話をずっとしてたと思うんですよ。で、最初に僕テスラの話をなんだかんだ言ってる時って、テスラの株価ってまだね、200ドルにも届いてないぐらいだったんですよね。それが、先々月ぐらいかな、900ドル超えぐらいして、まあ、およそ日本円で言うと10万円ぐらい一株がするぐらいまで上昇しまして、で、昨日ぐらいは540、50ぐらいで落ち着いたのかな、金曜日は。なんか今そのぐらいに、やっぱさすがに今ね、落ちてるんですけど、
それでもやっぱこうね、やっぱテスラに対する期待値っていうのがこう世界的にも広がってるし、で、モデル Y の納車、モデル Y っていうのはね、モデル3と呼ばれて、ちょっとコンパクトになったセダン、モデル S っていう、その1個前にフルサイズセダンが出てるんですけど、それのもう少しこうコンパクトで多機能化された、まあね、機能は落ちてないんですけど、価格は半分近くになってる。めちゃくちゃ今世界中で売れてる車、世界で一番売れてるとも言っても過言じゃない車があるんですけど、日本ではほとんど売れてないことはないです。いっぱい売れてるんですけど、やっぱ国産車よりは売れてないっていうね。だからアメリカだってヨーロッパではね、もうバカ売れしてるこうモデル3っていうのがあるんですけど、それをもうちょっとずんぐりむっくりさせたような、モデル Y っていうね、車が SUV のタイプですね。で、SUV のタイプで言うと、モデル X っていう、これも今現行出てるやつ、こう、かなりこれは大きい。フルサイズの SUV ですね。アメ車のフルサイズのピックアップみたいなのをイメージしてください。あのぐらいのサイズ感ですね。見た目はなんかプリウスをマッチョにしたような感じの形、格好してるんですけど、ルックスはね、めちゃめちゃ、僕は、ルックスで言うとなんだろうな。なんか100点ではないんですよ。残念ながら。ルックスはね、70点ぐらいの感じなんですよね。そんなに好きかって言われたら、ルックス自体はそんな好きじゃないんですけど。まあ、その、また一つコンパクトな、ただコンパクトって言っても相対してサイズ変わんないみたいですけど、モデル Y っていうのが今週から納車され始めて、アメリカの方ではもうすでに納車が始まってるんですよね。まあ、こういうコロナパニックの雲、こう、なんかこう話題に隠れて、あまり大きく報道されないし、話題になってないですけど、まあ、むちゃくちゃやばいのまた出したっていう感じで、もうテスラ本当に好きです。で、テスラの車、今僕はですね、買えないんですよ。これまたちょっと後で、今日一番最後にね、業績の話をちょっとしたいなと思ってるんですけど、今の僕では買えないんですよね。買えないんで、株を一株だけずつ、今だっていう時に一株だけ調達するっていうことで、こう、心を落ち着かせてます。ね、ちなみに、このコロナパニックで超乱高下してる中、一番下げてる時でも、まだ利益が出てるっていうことで、奥様ご安心ください。我が奥様、恵子さん、ご安心ください。黙って買ってごめんなさい。でも、ちゃんと利益を出してるので、ご安心ください。最悪テスラが吹っ飛んでなくなった時には謝りますけど、まずそんなことは起きないです。きっと何倍にもなると僕は信じているので、こう、確証はないですけどね。あと、まあ、すげえいっぱい株買って持ってるわけじゃないですからね。こう何百万円も株持ってるとかそういうわけじゃないんで、お許しいただければいいなと、思うんですけども。あとね、アップルね。アップル製品すごくいいです、最近。もうまたちょっとアップル教信者としてはですね、またやっぱアップル様だなっていう感じでお祈りを始めて、お布施をね、どんどんしていきたいけど、まあ、これも残念ながらお布施をね、いっぱいできるほど余裕が僕には今ないっていう。アップルの株も実はいくらか買っています。すいません。もういっぱい買ってないです。まあ、そのびっくりするような額にもなってないし、本当に少量だけ、これはもうお布施として、なんだろうな、もうお賽銭に入れたぐらいのね、つもりで買っておりますので、ご安心ください。最悪、ちゃんと換金すれば、現金化すればですね、これも、マイナスになっておりませんので、ご安心ください。あとね、アップルはやっぱね、こう何が最近いいかっていうと、一般大衆をちょっともうね、見限ったという言い方、多分ね、iPhone ですごいマスの層に届けたわけじゃないですか。大衆にアップルという会社を認知させ、そして製品を普及させて、すごいマスをキャッチしたんですよね、ここ10年ぐらいの間に。すごい製品、iPhone をヒットにすごい製品がね、世界中で売れたわけですよ。で、やっぱ売れれば売れるほど、その買う層に合わせて、こう、ちょっとやっぱ機能も微妙かもっていうやつがね、こう、すごい多かったような、iPhone なんか特にそういう感じを僕は受けてたんですよね。だから買い替えももう毎年しなくなってたし、下手したら3年ぐらい変えてないモデルもあるぐらい、
なんでちょっとずつアップルの製品から離れるかっていうと、まあそういうわけではなかったんですよね。まあ使ってるパソコンも携帯も時計も耳につけるイヤホンも何もかもアップルであることは変わりないんですけど、まあ iPad もそうだし、まあもうほとんどの製品 iPod Touch までありますからね。あのもうほとんど身の回りのものはアップルでこう固めてる状況には変わりないんですけど、でもやっぱね、ちょっとどっかで納得いかないというか、うん、こんなもんかアップルっていうのを感じてたんですけど、最近のアップル違いますね。ぶっ飛んでます。やっぱね、めちゃくちゃいいものを作ってて、個別にこう何がこのデバイスは何がいいんだみたいなのを喋り出すと、まあ随分長引いちゃうので、もうアップルすごく最近いいっていう話ですね。うん、やっぱファンに対してまたものを作る感覚っていうのをこう取り戻したというか、マスの方に目を向けなくなってるような気がしますね。スマートフォンが広がって市場全体が拡大して、アップルもシェアを販売数を伸ばしたけど、シェアだけで言うとこう全体のシェアから言うと市場占有率はそんなむちゃくちゃ高くないわけですよ、アップルって。で、アップル自身は多分そのシェアを取りに行くのをやめてるんだと思うんですよね。ある一定のコアなファンだけにリーチしとけばそれでいいじゃない、彼らが喜ぶものを作ろうじゃないっていうのをやってるように、そういう意気込みを感じるようにまたなってきてるんで、まあ、アップルもすごく買いだなと、僕はもうすごくアップル好きだなと思いました。あとね、アドビもね、サブスクリプションして、そのアドビの CC ってあるんですけど、アドビっていうのを知らない人も多いのよね。イラストレーターとかフォトショップ、プレミアプロとかオーディション、あとはね、なんかこうクリエイターツールみたいなのをたくさんこう作ってる企業なんです。ソフトウェアを作ってる企業なんですよね。で、昔はまあこのアドビの製品をよくね、クラックして、クラックっていうのはなんだろう、違法コピーしてこうインストールするみたいなのがすごい蔓延してる時期があって、僕もこう大きな声では言えないですけど、昔使ってたパソコンにそのクラックしたソフトを入れたことがあるんですね。入れてたことがあって、使ってたことがあるんですけど、時効だと思うんですけど、時効じゃなかったら黙っててください。すいませんでした。今はね、ちゃんとそういう CC って言ってね、毎月課金するようなこうアプリケーションになったので、それで使用させてもらってるんですけど、これもやっぱりいいっすね。アドビもすごくいい。この今3つ、まあこれに加えてやっぱ Google の利便性とかね、 Google がすごく好きかと言われると、 Google がすごい好きっていう感情にはならないんですけど、もう Google はなんか空気みたいになってますよね。なんかこの辺に漂ってる空気と一緒ですよ。もう Google ありきみたいなところがあって、で、Adobe はチョイスですね。僕は Adobe がいい。Apple もそうだな。Apple もやっぱどっちかっていうとチョイスですね。Apple がいい。で、テスラももちろんそのチョイスですね。で、Google は空気みたいな。もう Google はやっぱ神なんでしょうね。Google 神ですよ。だから Google 教の信者でもあるわけで、まあ、Google 神が考えた世の中を想像するクリエイターとして考えた、こう Google 神が考えた世界にみんなが馴染むように生きてるっていうのが今こう現世かなと。だから資本主義だとか、こう、これちょっと資本主義、民主主義だとか、あと共産主義だとか、なんかそういうものではもうなくなってるように見えるんですよね。これはもうGoogle 神が考えた世界なんじゃないかと、すでに。うん。政治的なこう、信念とか、なんかこう、そういう次元をもうすでに超越してるような気がするんですよね。なんか国とかが単体で動いてないじゃないですか。グローバリズムとかもそうですけど、いろんな政治思想の国同士がやっぱりある程度融合して混ざり合っちゃってる状態が出てて、その国、その土地に行くとその色はまだ濃く残ってるけど、でもその境目ってかなりこうブレンドされちゃってますよね。そのブレンドさせたのは何かっていうと、これインターネットであり Google なんじゃないかと思うわけですね。昔 GAFA っていう本が出てたことが、出て、発売されたことがあるんです、本が。で、その本の内容とかもちょっとうる覚えなんですけど、要するに、
なんかこう、インターネットとか、その IT っていうのを使って世界を牛耳ろうとしてるやばい奴らだっていうことが、こう、ディスられてる本で、なんか、不思議な本でしたね。当時もよくわかんない。ディスってんのか褒めてんのかよくわかんないような本なんですよ。でも、とにかくその本の中で印象的なのはやっぱやばい奴らだっていうことが書かれて、何がやばいかっていうと、今、ここ本当に何ヶ月というか、1、2ヶ月ぐらいで、あ、そういえばと思って思い出したエピソードが、予算、GAFA の、GAFA をこう束ねた時の予算って、国家予算ぐらいあるんですよね。アメリカに次いで、でかい予算規模を持ってたりするんですよ。でも、例えばその、アメリカっていうのは、人口が、アメリカの人口、アメリカの人口今3億2000万人ですね。いるんですよ。あ、よかった。ちょっと思ってたのと違ったらどうしようと思ってたんですけど、ちゃんと合っててよかったです。2018年の段階のデータが今こう目の前に表示されてるんですけど、3億2000万人ぐらい、こう、国民がいると。で、アメリカの国家予算っていうのが、いくらかっていうのも、まあ、調べるとめんどくさいな。まあ、国家予算、に対して人口3億2000万人ぐらいいるんですけど、GAFA。GAFA の、なんていう、人口ではないか。従業員数で調べると、あ、出てくるわ、すごい。テック企業、あ、でもこれちょっと難しいな。全部束ねた数は出ないか。アマゾンだけで60万人ぐらい。でも、全部足してもね、多分数千万人とか、そんなレベルだったと思うんですよね。計算しなきゃいけないから、ちょっと微妙なんですけど、ちなみにアップルが同じ18年の段階では13万人ぐらい。アマゾンが60万人。で、Google が9万人、あ、10万人ぐらい。Facebook で3万5000人。Twitter で4000人。とかもう、だからこんな規模なんですよ。わかりますか？これ何が言いたいか。これ、アメリカの国家予算って超莫大にありますけど、人口は3億2000万人もいるわけですよ。抱えてるんですよね。彼らを食わしていかなきゃいけないし、守んなきゃいけないし、広い国土をこう防衛しなきゃいけない。軍事的にもとかね、他の国からの侵攻を受けないようにしなきゃいけないとか、まあ、とにかく多岐にわたってその予算っていうのは分配していかなきゃいけないじゃないですか。でも、GAFAって全部足しても1000万人に届かないですよね。1000万人いないんですよ。予算規模は国家に次ぐぐらいあるのに、そこを支えなきゃいけない人口っていうのはめちゃくちゃ少ないんですよね。つまり一人当たりで使える予算めっちゃ多いわけですよ。何でもできるじゃないですか。で、さらに言うと彼らはね、賢い奴らしか集まってないですね、基本的に。でも国民って大半がバカなわけですよ。この差はめっちゃ大きいんですよ。でね、こうなってくると、じゃあどっちが強いのかってね、こう戦うと、まあ実際にはこう喧嘩もしないし戦わないでしょうけど、アメリカとガーファどっちを戦わすとどっちが強いかって言ったら、圧倒的にガーファが強い。で、アメリカより強いってことはもう世界で一番強いってことで、だからやっぱね、皆さん Google 教にちゃんと入信してお布施をして、こうお祈りしてこれ冗談、ちゃんと冗談だって分かってくださいね。まあ分かるよな。うん。Google 神をね、崇めたらいいのかなと思います。恐ろしいですよ。そのうち本当に脳にチップ埋め込んだりとかして、ね、人間の記憶をこう外部デバイスにつなぐとか、もう本当広角機動隊みたいなことが現実に起きてくるまで、そう、遠くないだろうなと思います。僕生きてるうちにはなるだろうなとか思うんですけど、僕、もしそれやってもいいんだったら真っ先にやりたいですね。頭の中にアップルがチップ埋めたいんだけど、つったら僕、はいはいって手上げちゃうでしょうね。はい。基本的に自分のこうセキュリティとかいつも甘いですよ。すぐ承認つって、お好きにどうぞ使ってくださいって感じで、ピコピコ承認して、だからまあ、うちのお客様の情報は嘘で出さないですけどね。で、だから一番、こう、強固なセキュリティを誇ってるペイパルを決済に僕は使ってる、キャッシュレスするにしても、一番、あまたある、
よう、あまた出てきた様々な決済サービスの中で、僕はペイパル一択なのはもうそういうとこなんですよね。この話も長くなるんで、ペイパルマフィアとかでね、検索してみてください。そうすると、名だたる人たちの名前が出てきて、なぜ僕がこんな IT のこう、そういうの好きなのかっていうのが見えてくると思うんですけど、ペイパルがね、いいんです。ということで、まあ、とっちらかしました、今日は。40分も喋ってる。びっくり。そんな喋った感覚がなかったですけど、今日は盛大にとっちらかしましたね。久々に。脈絡もなく、大変。ええ。ということで皆さん、コロナウイルス、十分お気をつけてお過ごしください。ではまた次週お会いしましょう。ありがとうございました。中村でした。